原料は丹波産桜山椒を使用。まずはボイル&冷水締め、そして塩蔵いたします。風味が飛ばないように浅炊き&漬け込み。まずは山椒の実でご飯を食べてください。何杯でもお買いできます。そして冷ややっこ、醤油なしで食べてください。しびれる美味しさ。茨城ふるさと納税返礼品でも人気です。